母恩寺は、大阪市宮古島区にある浄土宗の寺院、甘寺。寺伝によれば、創立は、仁南三年、会期は、ご白川法王である。本尊は、阿弥陀如来。高野山金剛法寺に参詣する途中であった、ご白川法皇は、大川沿いの風光明媚の地でありながら、たびたび洪水で被害を被っていた、この地を哀れんで、永楽元年に十五社神社を建立した。 そして、任難三年にやはりこの地が気に入ったのか、この場所に目を留め、旧安安年に亡くなった母体験門院の母体を、ここで弔おうと考え、十五社神社の北側に寺を、建立した。寺名の由来は、生んでくれた母への恩返しという意味による。移行数箇所の荘園を有する、大寺院として交流し、浄土宗の天寺として、代々王女が十字を務めた。しかし、 度重なる淀川の洪水や陛下にあって水尾し、明治時代に入ってからの廃物希釈の影響や、1945年6月7日の第3回大阪大空襲によって、道を消失し、現在の境内に落ち着いた。本堂は1992年に新築され、5月1日に落景法要が営まれた。元禄14年間の節用軍団によると、 本尊の阿弥陀如来は、絵心創図原心の作であるという。また、この寺の二層が作る美しい綿棒子は、かすうわえの綿棒子として有名であった。母恩寺から南東に、約500メートルの場所に、ヌえ塚がある。平安時代に京で、源の頼政がヌえを退治した、そしてその意外を淀川に流したところ、この地にたどり着いた。付近の村人たちはそのたたりを恐れて、 母恩寺の住職に弔ってもらい、ぬえ塚を混流した。ぬえ塚は明治時代に取り壊されかけたが、ぬえの怨霊が地元住人を悩ませたりしたので、慌ててぬえ塚は修復された。ありがとうございます。